たり。はい、ありがとうございます。なんかね、光で並んでニヤニヤと嬉しそうですね。身長高いなと思って。そっち？そんな話だったの？じゃあ頑張ろうぜじゃないの、その顔。そうね、あの裏で僕グータッチしてここ望んでますんで。恥ずかしいじゃん、言わないでよ。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、ご挨拶を今日ご来場の皆様にしていただきたいと思うんですが、じゃあ寺田さん。はい、この映画で小日向恭平役を演じました寺坂頼雅です。今日は楽しんでいってください。お願いします。よろしくお願いします。では高野さんにお願いします。はい、黒森大河役を演じさせていただきました高野楓です。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。なんか来る前にちょっと見てきたんですよ、あのサイトでこう名古屋夜名古屋のとこで見てて、あのちょっと気になったのは、なんか観覧車いっぱいある、それとも一つだけ。あ、観覧車いっぱいじゃないけど、まあ有名なところはありますよ、すぐそこにも。すごい綺麗な夜景があるとか、はい、あとなんかちょっとどっかのビルのなんか屋上階かなんかに行ってこう名古屋の街を一望できるみたいなスポットがあるんだよとか。オアシスかな。そういうの。あ、そう、オアシスとか。オアシス21か。21? すごいなあ。あれ21じゃない。なんかついてるか、でもあれ数字ついてるか。オアシス21じゃない。俺オアシス21? 21合ってる。21って言うんだけど21とは言わない。僕たちもそんなおしゃれな言い方したことない。やっぱそうなるのかな、海外の。やっぱあの生まれがやっぱアメリカなんで。そうだよね、数字見るとやっぱ英語から出ちゃうっていう。オアシス21。2年前の夏ぐらいに撮影をしました。そうですね、はい、外のね撮影とかもねってまだ見てないんでネタバレになっちゃうけど、ちょっといろいろ聞いてみようかなと思うんですけどね。もう結構真夏だったんだよね、撮影が、うんね、真夏でもう汗かきながら、汗拭いながらずっと撮影してたんですけど、うん、あでもね、高校生のね、熱い、ね、高校生のこうスポーツシーンとか、そういったところもあったりしたみたいなんですが、まあ、サッカーやってたりとかもあったんですけど、はい、やっぱり、なんだろう、そんな汗は見せられないというか、うん、汗かいてちゃダメだと思って、いや、なんかさ、あの、めちゃくちゃ汗かいてたら使えないから、ああ、撮影に当たってた、撮影に当たっては使えないので、それをこういかに耐えるかみたいな。汗を出さずにいるか、まあ短時間で、スタッフさんとかもやっぱ照明さんとかもずっとこうやって火の中やってくださって、重いものも重いね、めちゃくちゃ暑いじゃないですか、うん、いかにこうみんなで力を合わせて撮影を進めていくかみたいなのは結構なんか、まあ僕はね、僕ら主演としてはそれ頑張っていかないきゃいけないなっていうのはありましたけど、僕は全然そんなこと思ってなかったんですけど、なんでやどうしよう。なんかあの僕たち2人が最初に絡んだシーンが、はいはい、あの体育館裏の、うんシーンだったかな。そうだね、最初に体育館裏でのシーン、その外のシーンだったんですけど、うん、なんか初めてこう2人で絡んだお芝居、初めて絡んだにもかかわらず割となんかスムーズに掛け合いができた気がして。そうだね、だいたいこう映画で、映画とかそういうあの演技の撮影で最初の初日って結構みんな探り探りになるんですけど、うん、まあ、僕はその体育館裏のシーンが何回かあるんですけど、その体育館裏のシーンが一番自分の中では結構お気に入りのシーンではあるなっていう感じ、うん、しかもやっぱライガとね絡む、どこまで言っていいんだろう、まあ大事な、まあ、まあ僕がちょっとねねって言うね、あの何何ちょっと好きになっちゃうかもしれないから、好きになっちゃうかもしれないシーンがねあって、あのちょっと体育館裏のシーンもなかなか、でも僕結構こういろんなドラマとかで、こう恋人の役がいたりとかするとすごい恥ずかしい話なんですけど、部屋の至る所にその恋人役 の写真を貼るんですよ、うん、でこう、まあ、ちょっと自分を思い込ませるんですけど、ライガはやりませんでした。いややってません、大丈夫です。やってなかったですか。自分と葛藤しました。やってよかったんですけどね。でもなんかそのやりやすくて僕も本当になんか、あ、2人でもなんかいい作品絶対できるなっていうのはなんか実感しましたし、そんなこと思ってた。いや、なんかいや、めっちゃやりやすかったから、カイル君でよかったなっていうのは、撮影終了時にもこう2人でお互いがこう主演という立場でやりやすかったね、ありがとうみたいなのは言い合ったので。言ったっけ。なんで覚えてないの。よく言うな。んあ
恥ずかしいんだよ。可愛いな。いやもうマジでライガのこと好きで、いやもうなんか、あ、そういう意味じゃないよ。マジでの意味が違うからね。マジで。いや本当。でもラストシーンの時とか、こうお互い部屋に行き合って、うん、台本合わせたりとかしたよね。あ、したね。やっぱ大事なシーンとかは、大事なシーンとか、より気合い入れて臨みましたから。そうだね。ちょっとね、チラシの裏とかにもアクションっぽいかなっていう写真とかも写ってましたけれども、アクションの練習とかもされたんですか？アクション自体はあれは夜撮ったんですけど、はい、本当にその場で盾をこうつけていただいて、うん、でちょっと段取りでやって、はい、じゃあ本番行こうかみたいな感じだったので、割となんかスピーディーな感じで入れてもらって、はい、集中してやるみたいな。でも結構俺らも入ってたよね。もうすぐ覚えて、すぐ覚えて。だから割と空手とかそういうなんアクション系はやってたので、カエル君が、うん、で僕もまあ若干はあったんですけど、割となんかそこ引っ張ってもらった中もあったので。俺に？あった。そうなの？僕とか戦隊のアクションは若干こう習ったりはしてたので。あ、そうなんだ。あったんですけど、ヒーロー、ヒーローものの。そうです、そうです。助かったなってなりました。いやでも結構あれも結構お気に入りしてんだよ俺。あ、そこめちゃめちゃ好きだよ。なんか俺ら結構かっこいいなと思って。ぜひね、見てほしいです。見ていただきたいし、はい、ということで。おすすめシーンですね。おすすめシーンね、うん、おすすめシーンで言うと僕見てほしいのはやっぱ最後の方とかにも割となんかメッセージ性が強い言葉を言ってたりするので、ただこう笑える映画ではなく、なんか心も熱くなるようなそんな場面もあるので、それはなんか見て感じてほしいなと思いますね。まあ、僕からは僕黒森大河っていう318歳のヴァンパイアの役をやってるんですけど、まあこう、まあ、僕が家にいるシーンと、もうこう学校にいるシーン、まあ、僕が高校生としてこう見た目を若くし、人の血を飲むことによって見た目を若くすることができるパワーを持っているので、それで高校生まで顔を若くして、高校、ある高校に潜入する、ライガーがいる高校に潜入するんですけど、そこで僕はこう、まあ、ライガーは18歳、僕は318歳、もうめちゃくちゃ年下じゃないですか。もうガキだと思いながらこう演技してたんですけど、うん、そのシーンと僕の普段家にいる時のシーンの違いを見てもらいたいなと思いますね。お、差ですね。差が僕は頑張って出したところだったので、うんうん、まあ、ライガーとのシーンっていうと2人のシーンだと、まあ、でもさっきも言ったその割とその2人で喋るシーンっていうのが貴重になってくるので、そうだね、物語が進んでったりとか中身が分かったりする、そんな鍵握るシーンばっかなので、とりあえず2人がいるところは目は離せないと思いますね。離さないでください。もっと皆さんアピールしていいですよ、カモーンとかって投げまーす。立たないでくださいよ、立たないでくださいよ。まず1個目いきましょう。じゃあ1個目いこうか。1個目、試しですよね。試しですよね。いきまーす。結構上の方だと遠いな。おっ、あーああ、どこ行った。2個目いきましたよ。早っ。早い。いきます。よっ、3個目。ああ意外と皆さん拾って、戻って、もう一通していいですか。あります。再チャレ、シュー、まー、跳ねますね。はい、次いきましょう。結構飛びましたね。みんなもう投げちゃいましょう。はい、ゲットした方、はーい、はーい、はーい、おめでとうございます。よかったです。大事にしてください。はい、じゃあ僕からこの作品は笑いあり、青春あり、ホラーありの3要素が融合した新感覚の映画になっていると思うので、ぜひ笑うところは笑って、怖いところは叫んでもらって、もう本当気持ちバッチリ全開で見てください。本当に今日は足を運んでいただきありがとうございました。はい、とにかくこう2年越しにこう全国上映ということで、
まず見てもらえることが本当にあの幸せだなっていうのを、こう役者としても感じております。まあ、テーマとしては愛は自由っていうテーマがあったりとかもしますし、僕たちそれぞれのこの仕事に対する作品に対する愛を詰め込んだそんな作品になっています。ぜひ、まずは楽しんでいただけたら何よりです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。キルハカライガーさん、そして高野カイリさんでした。大きな拍手で皆様でお二人お送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。